1990年代後半から2010年頃まで、中日ドラゴンズは幾度も優勝を争ってきました。中でも落合博満政権下では、高い投手力と守備力を武器に黄金時代を迎えています。そんな強さを誇っていた中日ですが、2011年の優勝を最後に、そこから転落を続け、成績不振にあえいでいる状況です。近年成績の良くない中日は資金面でも厳しいと言われており、身売りも噂されています。近年の中日、強かった中日が転落し始めたのはここ10年の話です。2011年の優勝を置き土産に落合が監督を退任します。落合が2004年に監督就任してからの8年間は全て A クラス入りしており、優勝は4回とまさに中日黄金時代でした。長いドラゴンズの歴史の中で、これだけ長きにわたって A クラスを続けた時代はありません。さらに2007年はプレーオフで巨人に全勝して日本シリーズに進み、53年ぶりの日本一を達成しています。そして2010年と2011年は球団初のセリーグ連覇を果たしました。中日ファンも勝って当然という空気に浸っていたのです。そんな中、落合が退任し、監督のバトンは高木守道に手渡されます。高木監督初年度の2012年こそ2位に踏みとどまりましたが、優勝した巨人に圧倒的大差をつけられました。その後中日は負け始め、苦難の道のりが始まるのです。そして高木監督の2年目、2013年は4位に沈みます。落合監督の8年間で中日を好きになったファンは明らかに戸惑い始めました。なぜなら中日は勝って当然と思っていたからです。その戸惑いはドームの入場者数の減少や中継視聴率の下降としてはっきりと現れました。落合監督時代、ドームでの観客動員数は平均で3万から3万1000人台を記録していましたが、2013年以降は平均で2万8000人台に落ち込みます。広い名古屋ドームを本拠地にしており、さらに長距離打者の不在も影響していました。野球の醍醐味であるホームランがほとんど出ず、中日の野球はつまらないという声もあり、観客動員数の減少につながっているようです。まさに散々な状態に陥っている中日。そんな中日は身売りも囁かれています。中日は身売りするのか？中日に囁かれている身売りの噂はどれほど信憑性がある話なのでしょうか？よく野球ファンは成績が悪かったり人気が落ちていると身売りをネタにします。中日は成績や人気面が急降下しており、身売りをネタにされる状況になっているのは確かです。しかし現在の中日の場合、最悪のケースとして本当に身売りしてしまうかもしれません。選手にも危機感が現れています。中日のエース大野雄大は、チームは10年間弱い、毎年来年こそはと言っている、でもファンもいい加減待ってはくれないと状況を冷静に分析しました。そして観客がたくさん来てくれるのを当然と思ってはいけないとも語っています。観客がたくさん来るのは当たり前だと思ってはいけない、もう一回やり直すと全員が同じ気持ちでやる必要があると重みのある言葉を残しました。そして成績や人気だけでなく、身売りの引き金ともなりかねない別の要素もあります。年俸交渉の渋さ、外国人補強、設備投資など、全ては球団の経営状況の悪化が根底にあるのです。臭いものに蓋という精神の球団体質、計画性のなさで常に問題は先送りにされてきました。本家本元の中日新聞や中日スポーツですら、以前はほとんど見なかった球団批判やチーム批判が出るようになっています。結局中日は、親会社である中日新聞社の派閥争いに利用され続けてきた部分が大きいと言えるでしょう。現在でも2つの派閥があるといい、お互いの足を引っ張り、出世レースの道具にされてきた側面があります。そういった体質が変わらない限り、強い中日が戻ることはないでしょう。不安材料だらけで迎えた2022年は、球団のレジェンドであり、ファン待望だった立浪和義が監督に就任しました。12球団の中でも資金繰りに苦しむ中日ですが、立浪新監督のための大型補強が行われると目されていながら、即戦力と呼べる補強はゼロ。その影響もあってか、深刻な得点力不足にあえぎ、最下位でシーズンを終えました。中日の番記者は、親会社の意向もあり、近年は運営費が大幅に削られ、ドラフトも即戦力より地元志向。
これでは上位争いをするチームを作るのは不可能ですとチームの深刻な現状を解説しています。それでも名古屋が待ち望んだ立浪新監督の就任を受けてさすがに今季はと期待されたものの蓋を開けてみれば例年通り現有戦力では誰が監督をしても A クラスは厳しく立浪監督がかわいそうだと同情的な声も集まりました。もちろんいい選手や外国人選手を取ったら勝てるかもわからないけどと語ったのは片岡篤二軍監督。そしてでも今いるメンバーでやらなきゃいけないしそのメンバーに力をつけてもらうように指導する。逆に言えば若手にはチャンスなのでそのチャンスをどんどん掴んでいってほしいと今いるメンバーの底上げと若手にはチャンスがあるとも強調しました。そんな中シーズン序盤こそチームがうまくいっていましたが怪我人や離脱者が増えた夏以降は雰囲気も暗くなっていきます。チーム内でも中日新聞は球団運営のやる気があるのかという声すら上がっていますと番記者も呆れる現状。この厳しい状況に身売りの噂は加速していきました。中日が仮に身売りをするとしたらどの企業になるのでしょうか。身売り先はもし中日が本当に身売りをすることになったらどの企業になるでしょうか。愛知県といえばトヨタを思い浮かべる方も多いでしょう。しかしトヨタは豊富な資金力があるもののアマチュアクラブを持っているため同時にプロ野球チームを保持できません。時点で愛信も候補になり得る企業です。愛信は自動車部品以外にもその技術を生かした住宅系の製品を作っているためこれからの業績次第では可能性があります。しかし愛信はトヨタのグループ会社トヨタが許可を出すかにもかかってくるでしょう。そもそも一般消費者向けのメーカーではなく球団を持つことによる恩恵は少ないのもネックです。そしてトヨタにも愛信にも言えることですがすでに業界的にも知名度のある大企業は球団を持つメリットがないと言えます。続いては名古屋鉄道名鉄です。名鉄はグループとしては大きく名古屋を代表する企業で中日との相性はぴったりでしょう。しかし単体の利益が100億ぐらいの企業であり名鉄は名古屋ドームの最寄り駅も走っていません。また鉄道業界は急成長する業界ではなく人口減少社会に入り社用産業とも言われています。また名鉄は新型コロナウイルスの影響を大きく受けており球団を持つ余裕がないでしょう。そして名鉄は中日の球団経営から撤退したという過去があるため再度買収は考えにくいと言えます。東海圏以外の企業に候補を広げると流通系などは面白いのではないでしょうか。楽天に対抗してイオンやアマゾンなどの大企業が買収すれば一気に中日は金満球団に変わります。携帯会社系もソフトバンクという先例があり NTT ドコモや KDDI も買収する体力は十分にあるでしょう。このように買収が噂されるような企業がいくつもありますが決定的なポイントはありません。中日新聞社の身売り話も噂が先行しており現実的な話は出ていないのです。そう考えると中日の身売りの噂は急に終わるかもしれません。立浪政権下は安泰？少なくともこれから数年の間は身売りすることなく中日のままでしょう。近年は若手が徐々に台頭し始めています。岡林勇希は開幕3連戦で猛打賞2度の活躍と素晴らしい滑り出しを見せました。この勢いに乗ってシーズンを駆け抜けた岡林はチームの顔となります。142試合に出場し打率2割9分1厘24盗塁を記録。またリーグ最多の161安打を放ち DeNA の佐野啓太とともに最多安打のタイトルを獲得しました。高橋宏斗も19試合に先発し6勝7敗防御率 2.47 と好記録を残しています。間隔を空けながらも1年通して投げられたことは大きな自信になるでしょう。また土田龍空が頭角を現しシーズン終盤にはスタメンに定着。石川昂弥、鵜飼航介らビシエドに続く長距離打者候補となる若手も才能の片鱗を見せました。若手の成長を待つだけではなくトレードも行っています。最も大きなサプライズは涌井秀明のトレードによる加入でしょう。NPB 唯一となる3球団での最多勝受賞者で通算154勝を記録しています。その功績は現役トップクラスの大物です。中日でもその豊富な経験と卓越した投球技術は他の若手選手にもいい手本となるでしょう。
そして中日の先発陣の一角として活躍することにも期待されています。また保守では加藤拓磨をロッテからトレードにて獲得。実は加藤、2014年のドラフト5位で中日に入団し、2021年途中まで在籍しており、古巣への復帰となりました。2019年シーズンでは92試合に出場している実力者。そんな加藤の強みは球界屈指の強肩で、加藤バズーカと呼ばれるほど、遠投120メートルの地肩の強さに加えて、二塁への送球タイムも 1.8 秒と早く、送球も正確です。その強肩を見て、西武黄金時代を支えた星野伊藤勤は、ソフトバンクの甲斐に匹敵するくらいの肩の強さの選手がいた、と評しています。長らく中日の正捕手を務めていた中村武史も、今まで見たプロ野球選手の中で肩は一番、異次元、ボールから煙が出ている、と大絶賛。二人の偉大な星からも認められたその強肩に期待がかかります。また、2022年オフは9勝11敗、防御率 3.64 といまいちの成績だった柳裕也に、年俸1億円から1億800万円と800万円アップの提示をしました。他にも、最多安打の岡林に3260万円アップの年俸4000万円を提示しています。10勝を挙げた小笠原慎之介は3000万円アップの年俸6600万円と、活躍を見せた若手も大幅に年俸を上げました。資金面で厳しいと言われながらも、2022年オフの契約更改は比較的断頭。実はまだ球団の懐に余裕があるのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。